私のどなたに体験していただきましょうかね。そうですね、やっぱり自信なさそうな純末がいいですね。純末あれよね、金田にやってたよね。金田一、1で2です。金田一、金田一の2代目。僕金田一やん。金田2代目は、いや2じゃない。そして3も4もいるから。金田さん、金田氏、全部全部金田一。今日は授業を始める前に転校生を紹介します。金田一はじめくんです。金田一はじめ、どうも皆さん、はじめまして。金田一はじめです。何ある、イエーイ。もしかして。それじゃ金田一くん、とりあえずそこの七瀬みゆきさんの隣に座ってちょうだい。はい。七瀬みゆき、まさか、もしかしてみゆき。きっとぬりちゃんの死体にはあのパイプから出てた国市長の嫌う匂いがつけられてたんだよ。一体何のためにだ。それは